こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この、お祭りに使うような手ぬぐい、ね、このお話をちょっとしたいと思うんです、実際ですね、我々の方でもにもですね、お祭り、いろんな、まあ、地方のお祭りありますが、そういったお祭りに使う役員用の手ぬぐいを作ってほしいということで本染めで作ったりすることもあります。実際ですね、参加されるその辺の方、参加される方向けにですね、本染めで作ることも多いんですが、実際ですね、夏になってきますと、今度は盆踊りとかがありますよね。もうそうなると、豆絞りの手ぬぐいということで、プリントのものがやっぱり多くなります。実際あのプリントのものが多いですよね。で、まあ、これはですね、たくさん一度に作ることができるので、そういったものはが多く出回ってるわけなんですけども、まあ、昔はこれでも全部本染めで作られてたんですね。ただやっぱり同じような品質でたくさん作れるということでプリントが主流になって、配布用の手ぬぐいとなるとこのプリントで作るというのが一般的になってきています。なので本当用途に応じていろんな作り方、ね、コストの書き方もできますので、ね、このあたりを考えてですね、お祭りの実行委員の方は考えてですね、どちらにしようかというのを皆さんで相談してみてください。よろしくお願いいたします。